どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はちょっとお知らせです。2021年の7月26日、本日なんですけど、午後1時13時よりガズのわがままウクレレとか、初めてウクレレとかセミオーダーだとか、この辺のガズのウクレレたちの予約注文が再開されます。ありがとうございます。よろしくお願いします。で、今回の事前予約注文でちょっとですね、ちょっと皆さんにお伝えしたいことがありまして、今ですね、このガズのウクレレたちを生み出しているGラボの工房がですね、ベトナムのホーチミンっていうところにあるんですけど、なんとベトナムのホーチミン今コロナでロックダウン中なんですよ。で、それで、今、オーダーいただいている皆さん のオーダーもちょっとね、あることだし、この、事前予約注文を進めたいなということで、もう本当ですね、もうあらゆる手を尽くして、工場が止まらないように、ちょっとスローペースになっちゃうにしても、いろいろ進めてるということで、その中でも、どんどん進めていこうということで、今もう本当、ガズレレと G ラボはですね、燃えているところなんでございますけれども、その辺のことはですね、ちょっと別の動画で、ベトナムのモジャ君と G ラボラボ代表上田氏と一緒に、ズームで繋いだ対談のやつをちょっとアップロードしてますね。ちょっとここにリンク貼っておきますね。その辺の流れのことはここをご確認ください。今日のこっちの動画はですね、今回の事前予約注文スタートで、新たにラインナップに加わったウクレレ、ガズのウクレレたちのシリーズ、紹介したいと思います。ざっと最初に言いますと、はい、最近ガズレレ YouTube で登場しているガズモデル、こちらが正式に予約注文、皆さんの お手元に届けられるようになりました。こっちはですね、ほんとちょっとスペシャルな仕様になってまして、もう本当にですね、ガズのわがままウクレレとかセミオーダーっていうのはすごくいいウクレレなんですけど、その中でも選び抜いた素材とその作ってる過程が違うということで、モジャ君にね、そっちの動画の方でもちょっと語ってもらってるんで、ぜひね、見ていただきたいんですけど、これはもう皆さんね、最近のガズレレ YouTube でこれメインで使ってる音聞いたことあるでしょ。一応ね、今日ね、他のラインナップも含めてここで弾き比べしてみようと思います。ちょっとこんな感じ、いい音、これとろけちゃうよ。8ビートで、16ビートで、はい、これが、ガズモデルですね。これはね、もう本当に素晴らしい音でございます。はい。で、今日ちょっとさっと紹介したのは、これ。ガズレレ初登場のテナーサイズのウクレレです。テナーサイズ、これで、ちょっと比べないとわかんないけど、これめちゃくちゃでかいんですよ。このコンサートサイズ、これコンサートサイズなんですけど、比べても、こんなに大きさ違う。このネックの長さを見たら分かっていただけると思うんですけど、膝の上に乗っけてみて、こんだけ、ね、長さ違うでしょ。はい。でね、あ、そうだ。ちょっとここに、ソプラノとも比べてみよう。はい。ここに、ガズの初めてウクレレですね、こっちは。これソプラノモデルなんですけど、こんなに違うんだよね。はい。ちょっとこの間に入れてみると、はい。こんな感じ？こっちがコンサート、真ん中がソプラノ、こっちテナー。こんな風に大きさが違います。大きさが違うことで何がメリットがあるかっていうと、まず音量が大きくなります。ボディも大きいんでね。あとは、弦の長さがここからここまで長くなるんで、音程が正確になるんですよね。この辺がテナーの特徴でございます。あと、男性の方で体が大きいとか手が大きい方は、やっぱここの幅も広いんで押さえやすいよということで。この、まずね、これテナーウクレレなんですけど、これ2種類あります。何が違うかわかりますか、これ。厚さが違うんです。はい。これはわがままウクレレの、テナーサイズ。こちら、薄レレでもテナーサイズを作ってます。これ斬新ですよ、すごく。まずじゃあ、そうだな、薄レレの方から弾いていってみましょう。音のね、チェックいきましょう。せーの。おー、リッチー。やっぱりちょっとね、ボディが大きいから、ふくよかな感じがしますね。はい。ちょっとね、木材もね、さっきのガズモデルと全然違うんで、またタイプが違う音ですね。モジャ君、はい、これ見て分
かってもらうように、これ、通常のわがままウクレレみたいに、このフレットも選べますからね。ピックアップがありなしとかも選べます。はい。これフレット見てもらうと、ほら、こっちはほら、12フレット、こっち16フレット、同じテナーサイズなんですけど、フレットの数選べます。はい。ピックアップありなしとか、いろいろね、オーダーいただけるときにね、選べるようになっているんですよ。はい。それもご注目ください。じゃあ、こっちの分厚い方行ってみましょう。あ、ちなみにこの、ガズのわがままウクレレどうやって選べばいいのっていう動画撮ってます。ここをちょっと見てもらうといろいろ載ってますんで見てみてください。はい、じゃあ今度これ、これ、普通のこの厚さ。これ普通の厚さなんですよ、通常。なんだけどね、薄レレを最近やってるんでこれすごく厚く感じちゃうんですけどね、弾いてみましょう。じゃあ、同じ感じで。おー、やっぱり低音がお腹に響きますね。感じ、太いですね、音が。んじゃじゃん。いやー、リッチな音色。はい、これが、スタンダードな厚さのテナーウクレレの音色になります。はい。はい。で、いつものように通常の通りね、ガズの初めてウクレレとか、通常のわがままウクレレ、薄レレ、あとセミオーダーも、今日の13時より予約、事前予約受付中ですので、ここで、ちょっとホームページ確認してみてください。そんなわけで今日は急遽ですけど、お知らせになりますということで、新しいラインナップと紹介と、ウクレレの事前予約注文の再開、お知らせをさせていただきました。もうそろそろ夏本番ですから、やっぱりウクレレで夏を満喫しましょう。2021年の夏はやっぱりウクレレ、はい、これがいいと思います。皆さん楽しんでいきましょう。さよなら、バイバイ。